こんにちは、平石紗衣子です。爽やかな新緑の季節ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹。今回は新エネルギーや省エネルギー機器の導入への市の助成制度について取り上げます。また今年開設から20周年を迎えるリサイクル市民工房で4月18日に行われた春のフリーマーケットの模様と、5月17日に開催予定の新川地区ふれあい通り朝市についても合わせてご紹介します。どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それではまずはじめに、環境対策のための新エネルギー設備や省エネルギー設備を設置する場合の市の助成制度についてです。例えば、太陽光や風の力を利用しての発電装置や太陽熱温水器、あるいはガスによる発電を利用する給湯器など、私たちの暮らしに役立つ新エネルギー省エネルギー設備と呼ばれるさまざまなシステムがありますが、市ではこうした設備を導入する場合に、その費用の一部を助成する制度を設けています。今回はこうした設備にはどんなものがあり、またその導入を支援する助成制度とはどんなものなのかなどについて、環境政策課の岩崎課長にいろいろとお話をお聞きしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。今日は新しいエネルギーや省エネルギー設備を設置した場合の助成制度についていろいろとお聞きしていきたいと思いますが、まずはじめに助成の対象となる機器のことなどについて教えていただけますでしょうか。はい、わかりました。市ではこうしたシステム全般を新エネルギー省エネルギー設備と呼んでいますが、こうした設備の導入を支援する助成制度を市が設けている背景には、世界的な環境問題があります。はい、私たちの日々の暮らしの中で便利でクリーンなエネルギーとして電気を使用していますが、この電気を作るためには主に石油や石炭などが使われています。これらを燃やすときに出る CO2 は地球温暖化の原因の一つと言われておりますが、かけがえのない地球環境を守るために世界の国々がこの CO2 の排出量を少なく抑えようと努力を重ねていることはご存知の通りです。こうした努力の一つとして考えられているのが、従来の石油、天然ガスなどから太陽光や風力などのクリーンで再生可能な新たなエネルギーにエネルギー源を転換していく方法です。はい、また省エネルギー設備の導入も CO2 の削減にはとても有効です。こうした背景の中で登場してきたのが新エネ省エネ設備なのです。この設備が普及すれば、その分 CO2 の排出量が少なくなり、地球温暖化に歯止めがかけることができます。市が行っている新エネ省エネ設備設置の助成制度は、このような目的で設けられているものです。はい、石油や石炭など CO2 を排出する燃料への依存をできるだけ少なくするためにということなんですね。はい、でも新エネルギー省エネルギー設備と言われましても、その設備も大きいもののようですし、私たちからすれば仕組みも今一つまだわからないのですけれども。はい、確かにそうですね。それでは新エネ省エネ設備にはどんなものがあるかを簡単にご説明いたします。はい、その前にちょっとお話は変わりますが、私たちの日常生活で使っているエネルギーは、例えば電気やガスなどが中心ですが、このエネルギーの半分は部屋を暖かくしたり、お湯を沸かすために使われているので、逆に言えば暖房や給湯をガスや電気以外のエネルギーで賄えれば、電気やガスの使用量は半分、さらにそのエネルギーを作るときに出る CO2 の排出量も半分にすることができます。ということで、新エネ省エネ設備にはどんなものがあるかを順にお話ししていきたいと思います。はい、まず最初にお話しする新エネルギー設備は、分かりやすく言えば電気やガス以外のエネルギーで暖房やお湯を作るための仕組みです。電気やガス以外でお湯を沸かすということですか。はい、そうですね。そうした設備の中でまず一番ポピュラーなのが太陽光発電装置ですね。
光が当たるとそのエネルギーで電気を起こすパネルをいくつもこう並べたもので、最近では一般住宅の屋根などにもかなり設置されています。はい、まあ、あれですねとこう思い浮かべる方も多いのではないかと思います。まあ、規模にもよるんですけれども、一般住宅で取り付けるとそのご家庭で必要な電気はほぼ賄えるとも言われています。また発電量が、まあ、使用する電力を上回る場合には、まあ、余った電気を電力会社に売ることもできます。さらに蓄電池を設置しますと、発電装置からそのまま電気を引き込むだけでなく、まあ、電気を使わないときには貯めておくこともできます。うん、そしてもう一つが太陽の光ではなくて太陽熱を利用した設備です。はい、まあ、温水器と呼ばれ、まあ、比較的以前から使われており、まあ、仕組みもすごいシンプルで、まあ、故障も少なく耐久性もあって、なおかつ費用もお安く済みます。その仕組みは実は2種類あってですね、はい、一つは太陽熱を受けるパネルの内側に、まあ、細いパイプをこう蛇行させて、その中に水を通してお湯を沸かし、これをタンクに貯めて必要な時に、まあ、使うという仕組みです。うん、でもう一つは最近登場したタイプなんですけれども、あのパネルの中に太陽熱で高温になる液体が入っておりまして、そこに水を通したパイプを、沿わせてお湯を沸かすという、そういったまあ、エアコンなどと同じような熱の交換をする仕組みを組み込んだものです。これはあの強制循環式と呼ばれておりまして、このタイプは屋根の上にお湯のタンクがいらないので、まあ、外見もすごいシンプルでおしゃれな感覚で、最近はこのタイプが増えているようです。なるほど。このタイプの設備ですと、ストレートに太陽の熱でお湯を沸かし、それを炊事やお風呂に利用するということなんですね。はい、仕組みや原理もとっても分かりやすいですね。はい、まあ、環境に優しいということは大事なことなんですけれども、うん、一方で、まあ、設置にかかった費用と電気代とかガス代がどのくらい節約になるのかというこの費用対効果も誰しも気になることですので、まあ、その点でもこの太陽熱利用システムはお勧めできると言えます。はい、まあ、それでは最後にもう一つ、従来と比べて大幅にエネルギーの消費が少なくて済む省エネルギー設備についてお話しします。この設備は電気やガスのエネルギーを有効により効率よく使う仕組みで、最近急速に普及しているのが、まあ、高効率給湯器と呼ばれる装置です。はい、どんどん技術開発が進められていまして、何種類かのものがあるんですけれども、ガスを使って発電し電気とお湯を作る設備や、合わせて部屋の暖房を、まあ、賄えるような仕組みなどがあります。うん、新エネ省エネ設備と一言に言ってもいろいろなタイプのものがあるんですね。そんな中でいろいろと検討した結果、じゃあ我が家でもとなった時にその費用を補助してくれるのが市の助成制度ということなんですね。はい、そうです。あの設置の際にその費用の一部を助成するというもので、太陽光発電装置などの新エネルギー設備は8万円を上限に、発電能力に応じて1キロワットごとに2万円、蓄電池を同時に設置した場合にはプラス10万円、それ以外の設備は、強制循環式の太陽熱利用システムでは5万円、自然循環式では2万円など設備ごとに助成額が定められています。まあ、基本的にあの設置後領収書とか、あるいは保証書の写しなどを添えてお申し込みいただく形ですが、まあ、それぞれ具体的な助成額や申請の手続きについては、あの私ども環境政策課へお尋ねください。はい、またこの助成金はあの三鷹市環境基金を活用して行っているものです。なお今年度1年分の申請を想定して予算を組んでいますけれども、まあ、予算額をどうしても上回るお申し込みがあった場合には年度の途中で締め切りとなることがありますので、あらかじめご了承ください。はい、新エネルギー省エネルギー設備は地球環境にも、そして家計にも優しいおすすめのシステムと言えそうですね。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金制度についてのお問い合わせは環境政策課へどうぞ。それでは次に、4月18日にリサイクル市民工房で開催された春のフリーマーケットの模様をご覧いただきましょう。
4月18日、深大寺2丁目にある三鷹市リサイクル市民工房で恒例の春のフリーマーケットが開かれました。毎年春と秋の年2回開催されているこのイベント、当日は子ども服などの衣料品からおもちゃ、本などさまざまな生活用品を並べた20店以上のお店が参加、掘り出し物をとたくさんの人たちが訪れました。毎回ひときわ人気なのがリサイクル自転車の抽選販売会。不要になった自転車をプロの自転車屋さんが点検修理、新品同様になった自転車がかなりの低価格とあって競争率5倍という人気ぶりです。まだまだ十分に使える品物を不要になった人から必要な人へ譲り合うことで無駄な消費を抑え、合わせて地球環境をみんなで考えるきっかけにと続けられているこのイベント、この日はフリーマーケットと合わせ古い食用油を使っての石鹸作りや竹とんぼ作りなどの教室も開かれました。平成7年に誕生し今年で20周年を迎える三鷹市リサイクル市民工房、これからも地域でのリサイクル活動や賢い暮らしのためのさまざまな講習会の場としてさらに広く利用されていきそうです。身近にできるリデュース、リユース、リサイクルという言葉も最近はよく耳にしますが、20年前に誕生した三鷹市リサイクル市民工房はそんな時代の先駆けの施設だったんですね。それでは最後に5月17日に開催予定の新川地区ふれあい通り朝市についてのご案内です。安全で快適な街を目指し3年前に整備された第一小学校にほど近い新川地区ふれあい通り、商店会や町会、学校関係者などで構成される新川地区まちづくり協議会では、整備されたこの通りを会場に年2回朝市を開催、5月17日には5回目を迎えます。第6中学校のブラスバンドや一生の PTA の人たちによる紙芝居、地元の商店が出店しての模擬店、そして市内で採れた新鮮な朝採り野菜や鉢植えの販売も行われますので、ぜひお尋ねください。日時は5月17日日曜日の午前8時から11時まで。お問い合わせは株式会社まちづくり三鷹へどうぞ。いかがでしたでしょうか。今回のみるみる三鷹、みずみずしい新緑が日ごとに濃さを増していくこの時期は、四季の素晴らしさを改めて実感させられる時期ですね。風香る5月、皆さんはどんな毎日をお過ごしですか。それではまた次回のみるみる三鷹をどうぞお楽しみに。